はい、こんにちは。中学受験さくららチャンネルの竹谷直樹です。今日は算数平面図形、扇形の面積から中心角を求めるっていうのをやってみましょう。この中学受験さくららチャンネルは、この私竹谷直樹が塾業界35年間の経験とノウハウを全て公開していくっていうチャンネルです。いいなと思ったらチャンネル登録、高評価、メンバーシップお願いします。では早速やってみましょう。扇形の面積から中心角を求めるというテーマです。さあ、この扇形あります。この扇形の中心角を求めます。さあ、この扇形は半径が6センチで、面積は 47.1 平方センチメートルと分かっていると。ね、この時にね、どんなふうに考えていくかっていうと、こんなふうに考えていきます。これがね、扇形ですから円があるわけですね。円だったと考えると、これね、 6×6×3.14 平方センチメートルなんです。 6×6×3.14 平方センチメートル、計算はしなくて構いません。でね、でその 6×6×3.14、 だから 36×3.14 ですからね、100ちょっと超えるぐらいの面積があるわけなんですけどね。その時に面積が 47.1 平方センチメートルになるように、スパスパッとピザみたいに切ったわけです。ただね、どうなるかっていうと、これね、 6×6×3.14 の 3.14 と 47.14 ね、 3.14 で絶対約分できるんですよ、これ。だから 3.14 で約分しちゃうんです。6×6×3.14 分の 47.1 ってやったらね、 47.1 を 3.14 で割ります。こうね。そうすると1314751と、1570より314は5ですね。4520735 15 15です。つまり1の15っていうふうになるんです。必ず 3.14 円周率で割れるはずなんですよ。これ円周率かけてんですから、この扇形もね。そうするとね、 6×6 分の15、さらに約分できます。6と15、3で約分できるから2と5ですね。そうすると6に12分の5ってことになります。つまりどういうことかっていうと、この本来の円のぐるっと一つ全体を12個に分けて5つ分ってことなんです。12分の5の割合で切ったものなんだと。半径6センチの円を12分の5の割合で切ったものなんだ。そうだとすると、一周円は360度ですから、360度を12分の5に切ったものですから、これを 360×12 分の5倍すると、12と360、30と1です。 30×5 150、150度っていうことがわかるわけです。本来円だったら 6×6×3.14 平方センチメートルだ。で、これだけの円をこうやって切って 47.1 平方センチメートルしたわけだから、 6×6×3.14 分の 47.1 の割合で切ったもので、必ず 47.1 は 3.14 で割り切れると。 3.14 で約分する感じね。そうすると 47.1 割る 3.14 というのは15ですから、1の15と約分できる。で、6と15も約分しちゃうと、6に12分の5に切ったものなんだ。ね、だ12分の5に切ったものだから、 360×12 分の5 は550度。答え150度ということになる。じゃあこちら、扇形の中心角を求めなさい。半径3センチです。面積は 12.56 平方センチメートルです。ただね、これも同じようにやってみます。本来円だったら
円の面積は 3×3×3.14 です。だけれどもこれをスパッと切って、ね、12.56 平方センチメートルになるように大型切ったわけですから、 3×3×3.14 分の 12.56 の割合でこれ切ったものだと分かります。そうすると 3.14 と 12.56 は 3.14 で割り切れるんです。だから 12.56 割る 3.14 をすると4、四四16、5、1256、1の4と約分できますと、サザンが9分の4、下が分母が9、分子は4、9分の4で切ったものだということが分かります。円全体を9分の4で切ったものがこの扇形なんだと。そうと一周は360度ですから、360度を9分の4に切ったら何度で切ったかっていうと、 360×9 分の4は1分の 360×1 分の4、あ、ごめんなさい、9分の4。さあ9と360、1と40で約分できますから、 40×4 で160、ここ160度なんですよ、ね、答えは160度、ね、まあ X 使ってねやってもいいんですけど、結構これってできない人多いんですよね。それよりも全体の円だったらどうなのか、この面積との何分のいくつで切ったものなのか、12分の5っていうのは割合を出しちゃってから360でかけた方が早いんです、ね、で必ず 3.14 円周率で割り切れますから、まあ、それを利用してね解いてみてください。いいなと思ったらチャンネル登録お願いします。では今日はここまでにしましょう。